皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は今後リリース予定の AAA タイトル、アニメ調超現実アーバンオープンワールド RPG ネバーネス・トゥ・エバーネス、略して NTE の紹介。紹介する内容はこちらの5点。1つ目、本タイトルの概要。2つ目、ストレスフリーな移動手段。3つ目、投資で様々な生活活動が行える。4つ目、バトルについて。5つ目、 TGS に期待。以上5点となります。 PV から分かる内容を細かく考察しているので、ぜひ最後までご視聴くださいませ。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まず本タイトルの概要から。タイトル名はネバーネス・トゥ・エバーネス、略して NTE。 リリース日は未定。ジャンルは超現実アーバンオープンワールド RPG。 開発はパーフェクトワールド傘下のホッタスタジオ。プラットフォームはPC、モバイル、コンソール。展開地域はなんとグローバル予定で、日本展開も視野に入っているタイトル。ということで本タイトルの開発は現当でおなじみのホッタスタジオ、アンリアルエンジン5で開発が進んでいる都市怪談をテーマにした新作超現実アーバンオープンワールド RPG。 現当で培った技術力は紛れもなく高いもので、映像を見て分かる通りキャラデザの良さはもちろん、アンリアルエンジン5による最新技術を駆使した背景描写の作り込みも緻密でクオリティの高い内容となってます。また本作の大まかな概要は、異常現象と人間が共存し、アノマリーが日常のように現れる世界で、街中を自由に探索し仲間と出会い、謎に満ちた様々な異常事件に立ち向かっていくといった内容。これだけだとちょっと分かりにくいので、ここからはこの概要を軸に本タイトルの売りと思われる要素を推察考察していきたいと思います。1つ目の売りの要素はストレスフリーな移動手段。半重力移動と乗り物による移動の2種類。見えるところならどこまでも探索可能と推察し、半重力能力であらゆる場所を移動することができ、移動にかかるストレスが低い。壁走りに関して重力の概念がないので、天井を走ったりできるのはちょっと新鮮ですよね。さらにカメラアングルが特殊で、あたかも地面を走っているような感じではあるものの、背景が逆さまになっていたりと、個人的には脳がバグる感覚がまた新鮮な演出となってます。これありそうでなかった感じですよね。また移動という部分では、乗り物を自由に乗ることができ、車の移動に関して言えば結構激しい運転ができそうで、ハイスピードでの運転やドリフトなんかもできそうですよね。あと音楽を聴きながら移動できたりと、街中での移動をより楽しめるものとしているようです。PV では自動車がメインでしたが、トレーラー映像ではバイクを乗っているシーンもあるので、もしかしたら車以外の乗り物もあると推察します。この移動手段2種類を駆使して街中を探索することができ、特に半重力による移動手段はこのタイトルならではのもので新鮮さを感じられ、憶測ではありますが、半重力を駆使しないと探索ルートが見つからないマップとか、半重力を生かしたバトルは想像するだけで楽しめそうですよね。画面がぐるぐる回りそうで、今までにない戦闘体験ができそうな予感。続いて2つ目の売りの要素は、都市で様々な生活活動が行える。街中をシームレスに移動し、飲食店やコンビニなど様々な店舗へ足を運ぶことができ、商品を購入が可能で、ロードなしに移動できるのは嬉しい仕様ですよね。また車のカスタマイズや不動産購入などを行うことができ、車のカスタマイズは結構細かい改造が可能で、PV 見る限りカラーやタイヤ変更はもちろん、エアロからシャーシやサス、さらにブレーキパッドやギアなんかのチューニングも可能で、ここだけ見るとレースもののゲームすら感じられる豊富なカスタマイズ要素。また不動産購入もでき、 PV 上では超高級タワマンの一室を購入するシーンもあり、実際に購入した部屋がめちゃめちゃ豪華で、そして何よりも外の景色がやばい。夜景はリアルでもありそうな感じでよく表現されてるんですよね。雨じゃなければもっと綺麗だと思います。でね、ちょっと思ったのは、僕の個人的な要望になっちゃうんですけども、不動産購入ができるなら店舗経営とかもできたりしそうですよね。不動産購入で部屋だけじゃなく、空き地や空きテナントを購入して、コンビニやレストラン、コインランドリー、はたまた駐車場とか建築し、
経営できたら楽しいですよね。さらに超豪華な不動産を購入して不動産投資といったこともできたりしたらさらに楽しい。不動産王になることも可能かもしれない。ここまでできたら遊びの幅は無限大ですね。ちょっと話がそれちゃいましたが、この要望超期待したいです。そして本作最大の売りの要素バトルについては、 PV 映像を視力の低下を確保してスロー再生コマ送りを駆使しつつ、コマ送り芸人として考察解説したいと思います。あくまでも憶測の息を出ない部分もあるので参考程度にご覧くださいませ。まずバトルはマップ探索中に突如発生する異変によってバトル突入、一種のシームレスエンカウント式と推察します。ただこれすごく自然とバトルに突入してるんですよね。エンカウントと呼んで良いのかすらわからない。今回の映像ではこういった形でしか敵と遭遇していないので、もしかしたらフィールドにモンスターがいてアクションをこなすといった要素もあるかもしれないです。続いてはバトル画面の構成で、こちらは至ってシンプル。画面右にはパーティーメンバーのアイコンがあり、奥義が使用可能なキャラにはキャラアイコンの左側にマークが表示され、またキャラアイコンの右側には属性マークが表示されており、一定値まで貯めることで何かしらのアクションが発動可能と想定します。映像ではこのアイコンが作用する行動が行われていなかったので、どういったアクションがあるのか気になるところ。画面右下には各種攻撃アイコンと回避アイコン、さらに画面中央下には操作キャラのヒットポイントゲージと用途不明の装備枠が用意されていて、推察するとこの部分はアイテムが設置できそうですよね。回復アイテムだったりバフアイテムだったり、様々な用途のアイテムを持ち込むことができそうです。敵にはヒットポイントゲージとブレイクゲージがあるのが確認できます。バトルは4名編成でキャラ切り替え制、キャラ切り替えの際には入退場キャラはそれぞれ攻撃を出して切り替わる仕様。回避は最大3回連続使用可能でクールタイム制。攻撃手段は通常攻撃、スキル、奥義となっていて、スキル使用後一定のクールタイムを経て再利用可能。奥義ゲージは敵に攻撃を当てることで溜まり、 100% 貯めることで奥義発動が可能。また敵にはブレイクゲージがあり、攻撃を当てることでブレイク値が溜まり、ゲージ最大までダメージを蓄積させることでブレイク発生となります。これらの要素を駆使しつつバトルを攻略していくのですが、思った以上にシンプルで分かりやすく、簡単な操作で爽快なバトルを楽しむことができそうです。個人的な憶測になるのですが、パリーやジャスト回避といった最近流行りの要素については PV からでは確認することができず、今後開発が進むにつれてそういったバトルを盛り上げる要素が組み込まれると嬉しいですよね。また当然キャラにも役割があると推察し、ブレイクゲージがあることからブレイク特化キャラや、そこから攻撃特化キャラへ切り替えて大ダメージを入れたり、さらに支援キャラで回復やバック効果を付与させたりと RPG 要素がありそうな予感がします。そして何よりもまだキャラアイコンの隣にある不明な属性アイコンの存在、これもしかしたら属性同士の組み合わせができたりしそうですよね。映像では属性アイコンのゲージがマックスまで溜まっているキャラに切り替えても何も発動していないことから、何かしらの発動条件がありそうな気がします。例えば敵側に属性効果を付与させた状態で属性アイコンのゲージがマックスのキャラに切り替えることで属性アイコンのゲージを消費したスキルが発動するとか、まだ憶測の域を出ませんが、一体どんな感じになるのか気になりますね。今回の PV や実機映像からバトル部分のシーンは少なく、分かった範囲はこんな感じです。まだまだバトル部分については分からないことも多く、今後の新情報に期待したいと思います。そして PV の最後に2024年9月という意味深な日付が記載されていて、最初見た時に事前登録開始が9月からかなと思ったんですが、コンセプトサイトに行くとすでに事前登録が可能だったので9月事前登録の線はなくなって、よくよく考えてみると9月に TGS があって、さらに一般出展企業にホッタスタジオが参加予定となっているので、推測ですが新作発表の予感がします。めちゃめちゃ期待したいところですね。はい、今回は源頭の開発元であるホッタスタジオより超現実アーバンオープンワールド RPG ネバーネスとエバーネスを紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。PV 見る限りかなり自由度が高く、いろいろなことができるタイトルと推察し、詳しい新情報に期待したいところです。今回は少ない情報の中から考察しているので、お伝えした内容はあくまでも参考程度に留めておき、新情報に期待したいですね。
すでに公式ウェブサイト、公式 X や公式 Discord なども開設されており、興味のある方はぜひ見に行ってくださいませ。もしかしたら早い段階で新情報がわかるかもしれないです。また公式サイト上では今回 PV で登場したキャラ数名の紹介があるので、こちらも興味があれば合わせてご覧くださいませ。はい、ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。